アルカスイスはスイスのボレラウにある業務用カメラ機材メーカー。本社のアルカスイスインターナショナルはフランスのブザンソンに拠点を置いている。同社の自由運台に用いているアルカスイス企画は三脚関連商品の代表的な企画である。日本での総代理店は株式会社健康プロフェッショナルイメージング。1926年アルフレッド・シュバルトが スイスのチュリッヒに設立。アルフレッド・オシュバルトが退社後、兄弟と共に機械工房を改修し、カメラ修理工場を立ち上げた。1950年代、オシュバルト兄弟により、光学ベンチの権利に基づいた最初のプロ用カメラを開発することを決定。このカメラは、アクロニム・オール・ラウンド・カメラズといい、より使いやすいシステムを意図して設計された。 1952年にプロトタイプが 6X9cm のフォーマットで作られ、その後 92cm フォーマットのモデルが作られた。他にもロトカメラやライフルスコープカメラなど特殊な用途のカメラが開発され、現在でも作られている。1960年代になるとハンドヘルドカメラ SW45 が販売された。この時期、 69よび45インチのレフレックスカメラなど、珍しいカメラが作られ、1970年代の終わりまで少量生産された。1964年に最初の自由雲台を発売。この雲台は、現在でも型を変えてで生産されており、最も安定した自由雲台の一つと考えられている。この後、アルカスイスの雲台に採用されている企画は、 三脚関連商品において代表的な企画になり、他の三脚や雲台のメーカーがアルカスイス企画に準拠した企画の商品を発売している。1984年、同社はフィリペ・ボークと社に買収され、製品ラインナップが大幅に改定された。アルカスイスのブース1999年、本社をフランスのブザンソンに移転し、アルカスイスインターナショナルを設立。 アルカ、スイスフォートテクニックエイジンは、スイスのボレラウに拠点を置いている。アルカスイス製の自由、雲台およ及びプレートが採用している企画。1990年代以降、同社の自由、雲台 B-1 の普及に伴い、他の多くの企業がこれに対応するプレートを発売した。また、三脚メーカーも、アルカスイス社の製品と同規格のクイックシュークランプを組み込んだ製品を、 多数発売した。三脚への着脱が容易であることや、対応するプレートなどのアクセサリーが多いため、多くのメーカーがこの規格を採用している。アルカスイス Z1 自由運台機械加工されたアルミニウムでできているものが多く、1、4から20の六角ネジでカメラやレンズに取り付けることが可能。取り付け、プレートに回転防止用のフランジやゴムが組み込まれて、折り、 プレートの偶発的な回転を防ぐように設計されている。また、プレートを長望遠レンズなどに取り付ける場合、2つのネジで固定できるようになっているものがある。プレートを入れ、クランプロックノブを締めることで、素早くしっかりと固定できる。また、プレートが偶発的に外れないように溝が設けられている。プレートの脱落防止ピンを立てることで、クイックシュークランプが緩んだとしても、 外れないようになっている。プレートとクイックシューの幅はメーカーによって少々の誤差がある。以下はアルカスイス Z1 自由雲台の寸法。プレート側とクイックシュー側で1ト、mm、ル程度の遊びがある。アルカスイス互換のクイックシュークランププレートやクイックシュークランプだけでなくカメラ用の L 字型プレート、望遠レンズの三脚座、ストラップなど様々なアクセサリーに 同規格が採用されている。一方、一部の製品では、プレートの幅とクイックシュークランプの深さや角度、滑落防止用の安全ピンの有無などにより、アルカスイス規格を採用していても取り付けられない、場合がある。ありがとうございます。